幼稚園時代はお世話になりました。このご恩は決して忘れません。今日から僕一人で出かけるから、送ってくれなくて結構です。学校に行ってる間僕がいなくて少し寂しいでしょうが、ママ我慢してください。じゃあそろそろ出かけるよ。今日は帰りが少し遅くなる。だから先にお昼ご飯食べてていいよ。じゃあね、行ってきます。ねえねえねえ、みんな聞いてよ。僕らはもう子供じゃないよ。電車飛行機みんな切符がないと乗れないぞ。パパと同じ電気も持ってる。僕らは小学1年生。ママ涙なんか出してどうしたの？しっかりしなくちゃダメだよ。幼稚園の時は僕がお家にいるとうるさいうるさいって言ってたじゃないか。ママ何作ってんの？お弁当？小学校は弁当はいらないの。全部学校で出してくれんの。ああ忙しい忙しい。何しろ学校だからね。じゃあそろそろ出かけるよ。今日は友達と付き合いがあるんだ。だから先にお昼寝してていいよ。じゃあね。